僕の宮古島へようこそと言いたいですよ。言いますよ。見てください、この美しさ。もうね、本当に何度も何度も言いますよ。もう俺が宮古人になって、もうね、もうこれだけが言い続けられます。それはね、もう神様は素晴らしいっていうことだけですね。 Like that's all、 もうそれが全てです。見て、こんな素晴らしいもの見て、主を賛美せずにいられる人います？ね、いたらちょっとさ、ポンですよ、ほんまに。素晴らしくない？あー、もうこの後ね、何本か動画を撮った後はね、もうぶち込んでいきたいと思うんですよね。我を、ミニバプテスマ式とでも言うのでしょうか？ちょっと沈めていきたいですね。はい。この美しいとこで今日もね、みんなと分かち合っていけるのは本当主に感謝します。神様が今日もね、あなたを励ましてくれることを信じ、報告していきます。謎の気合。今日みんなにシェアしていく出来事はですね、まあ、もともと俺知らなかったんですけど、この有名なアメリカのタレントがいるんですよ。その名はブラックチャイナ。ブラックチャイナっていう、まあ、女性がいて、彼女が、まあ、すごいスターだったんですよ、有名な。で、何で有名だったかというと、ストリッパー、そしてオンリーファンとか、すごいアダルト系の、その、水商売系のジャンルですごいネットで有名だったスターなんですね。で、インスタグラムのフォロワーも1600万人いて、彼女に何が起きたかというとですね、まあ、ストリッパーだから本当に、なんだろう、言わなくても分かる通り、本当に罪の中に生きてたと言っていいのか、まあ、俺らみんなそうですけど、その、会員の世界というか、まあ、ハリウッドの世界、本当にこの暗い世界で生きてたこのブラックチャイナがですね、なんと、イエス様に出会い救われました。ふぅー、ハレルヤー、素晴らしい。また一つのこの魂がね、この暗い世界から、このストリップのこの、なんやろう、本当に会員の世界からね、救い出されて、今、生きる道を本当に大きく変えて、その神様を証しするものとしてね、このブラックチャイナという女性は変えられたんですね。まあ本当に素晴らしいです。これからね、本当あなたは今から励まされるのでね、ちょっと盛り上がっていきましょう。彼女は、まあ、このストリッパーの世界、このアダルトの世界で、まあ、より美しくなるため、より自分を綺麗に見せるためということで、まあ、顔にはどんどんいろんなシリコン入れたり、膨張手術、整形して、そして胸もでっかくして、ケツもでっかくして、もうブンブケブン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 みたいな感じで、まあ、適当にいろいろぶち込んでたんでしょうね。まあそういうのをもうちっちゃい時からやってたんだ。ちっちゃいっていうか、もう若い時からやってたんだって、19歳ぐらいの時から。整形にとどまらず、今度タトゥーもすごい、もう背中もバーンって入れて。で、その中には悪魔のシンボルのバフォメットっていうね、まあヤギのこういう気持ち悪いタトゥーも入ってたんですよ。で、彼女は、イエス様に出会って本当に生きる道も変えられてって、今何をしてるかというと、本当に自分の体にぶち込んできたこの、シリコンとかこういう悪いものとかを全部今今度取り除くっていう作業をしてるんですよ。そういうのを体から取り出すこと、そしてその悪魔のタトゥーさえも今取り除いてる最中にいるんですよね。で、そのなんだろう、ジャーニーっていうか、その様子を SNS でみんなに発信してるんですね。私はこうイエス様に出会って、神様に出会って、本当に今までの道が間違ってたことに気づいたって。だから今までもより美しくなろうと、よりセクシーになろうとってやってきたことをもう全部もう戻したいって。もちろん元に 100% 戻るわけではないよ、そりゃね。でも彼女は本当に同世代というか、そして彼女よりも若い女性の世代に訴えかけ始めてるんですよ。整形じゃないよって、本当にあなたはもうそのままでいいんだっていうことを発信してます。整形は危ないんだって、シリコンを入れることは危ないんだって、胸をでかくすることは危ないんだって、ケツをでかくすることも危ないんだって、本当にいろんなことに気づいて、それを発信してるんですよ。だから本当に大きく変えられて、大きく用いられ始めてる彼女を見て、俺はすごい励まされました。だから報告してます。彼女はブラックチャイナっていうね、ストリップの名前でやってましたけど、彼女は名前も変えて、アンジェラ・ワイツっていう、本当に生まれた時に親から授かった名前を使い始めてもいます。彼女は、イエス様にアイデンティティを見つけて、本当にそれを喜んで証ししてます。もうね、これがすごい話題になってんだよね、アメリカで。まあ、彼女すごい有名だったからね、そういうものとして。だけど彼女がそういうのを全部リバースし始めてる、元に戻し始めてるってことで、みんな注目してるわけさ。で、いろんなインタビューを受けてるわけ、彼女は。何があったって。なんで元に戻そうと決まったって。なんでタトゥーを消そうとしてるって。彼女は毎回どのインタビューでも大胆に明かしするんですよね。
私は神様に出会ったって、神様に変えられてるって、自分じゃなくてって。もうね、そのインタビュー昨日ずっと見てたけど、本当にハレルヤ。彼女はね、もう聖霊様によってもう中から変えられて、でその証拠として本当に外に出てきてる。もうそういうのが嫌だって。 Thank you God, 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 because that's the only person that has spared my life. So for my birthday, the only thing I wanted to do was get baptized. So I got baptized on my birthday. So I was reborn on my birthday. And then from there, I just, you know, I kind of dug deep and, you know, practiced solitude and really just was able to focus on myself and like do the work, you know, like do the work within myself, meaning being alone, working out, practicing sobriety, the Bible. And that, those are the last, those are the three things that I've been doing for the past 7 months. はい、本当に素晴らしいですね。で、この洗礼の受けてる動画を見てください。この洗礼の動画も自分の SNS にアップして、本当に自分はイエス様のものだっていうことを大胆に言ってるんですよね。この多くのフォロワーたちに向かってね。はい。だからなんか、あの人に似てますよね。この前、何ヶ月か前に俺が報告したオリーロンドンっていう、あの、韓国人になりたくて整形バンバンして、でもイエス様に出会って、ハレルヤみたいな。本当に彼に似てるなって思いますね。彼女も、その自分じゃないものになろうとして、もうすごいお金を使ってきて、あのそしてね、ストリップの世界でそのオンリーファンとかそういうアダルト的なサイトでもすっごいお金稼いだわけさ。彼女は何十億円って。でもそういう中にあったのに、それを全部捨ててね、そのライフスタイルを全部捨てて、本当に神様に従うっていう決断をして今生きてます。本当にハレルヤですね。金持ちが天国に入るのは本当にラクダが針の穴を通るほど難しいってイエス様言ったけど、通りました。ハレルヤ。本当にね、その富を捨てて、これまでの罪から生むお金を捨てて、今ね本当に新しく作り変えられてます。素晴らしい。ですから今日、なんだろう、結論的に励ましたいのはですね、またこうやってすっごい、もう本当罪の罪と言っていいぐらいのとこにいたこのブラックチャイナが救われるぐらいだったら、本当にこれはね、リマインダーですよ。主に救えない人はいないって。あれだけもう暗、あれだけ罪の世界でお金を稼いで、もうごっつりいた彼女でさえ、本当神様に出会ったらもうコロっていう、もうコロって変えられる。だから、皆さん、人々の今の現状に落胆しないようにしましょう。もう俺ら弱いからすぐ今の現状を見て、あ、もうこいつ無理や、みたいな。こいつ絶対救われない、みたいなのを簡単に思ってしまいます。そんな思うの簡単だけど、でも神様はその人を愛していて、その人を救いたいっていう。もうこれは俺ら聖書を読めばもう分かることだから、もうそこ信じるしかないですよね。その人がすでに救われたって思うくらいに信じて、もう主に期待するっていう、その信仰を主よ、俺に与えたまま。アメン。はい、というわけでね、今日は報告してきました。このブラックチャイナが救われて、もう本当に悪魔の弟子と言っていいほどに暗いところにいた彼女が、光であるイエス様に出会って救われて、神様を明かししますね。ハレルヤ。主よ、感謝します。そして、今この動画を見てる一人一人が本当に救われてほしいと願ってる人が、本当にあなたによって救われることを感謝しましょう。待って、ごめん、急に祈り始めたんだけど、祈りましょう。本当にその一人一人が、本当にこの動画を見てる一人一人を通して、福音を語られて、その福音を受け入れて、イエス様、あなたの十字架によって本当にあがなわれますように。本当に聖霊様働いてください。主よ、この日本でも本当にさらにさらに多くの魂を救ってください。神様、本当この素晴らしい自然を作ってくれたことを感謝します。はい、これを全部感謝して委ねてイエス様の名前でお願いします。アーメン。ハレルヤ。もうね、この素晴らしいニュースを、この素晴らしいニュースを、この美しい自然の中でね、みんなで分かち合えたことは本当に俺の喜びですから、感謝します。ハレルヤ。ハレルヤ。 God is good, God is good。 皆さん言ってきましょう。 God is good。 主は良いお方です。ハレルヤ。それではまた次の動画で会いましょう。 Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Ciao, ciao. God bless you everyone. Love you. Ciao.